アミルカル・ロペス・カブラルは旧ポルトガル領ギニア出身の農業技術者、作家、革命家である。弟のルイス・カブラルも後にギニアビサウ共和国の初代大統領となった。ポルトガル領ギニアのバーハタで生まれる。両親はカーボベルデの出身で、父は教師だった。幼くしてカーボベルデに渡り、中等教育までをカーボベルデで受けた後、1945年から、 当時の創始国であった、ポルトガルの首都リスボンでの音楽を学んだ。リスボンでの学生時代に、リスボン大学で、アンゴラ出身のアゴスティーニョネトと出会い、アフリカ人のナショナリズム運動を立ち上げた。1952年に、ポルトガル人のマリア・エレーナ・カブラルと結婚した後に、ポルトガル領ギニアに戻り、農業技術者として働いた後に、ポルトガル領ギニアとカーボベルでの独立運動を、 展開し始めたため、当局によって1954年にアンゴラに追放された。帰国後1956年9月19日にギニアとカーボベルでの独立を目指すアフリカ独立党を設立し、同年12月にはネトと共にアンゴラ解放人民運動の設立に携わっている。カブラルの独立運動は当初は恩恵なものだったが、 1959年8月3日に、ポルトガル軍が、ビサウの港湾労働者のストライキを武力で弾圧した、ピジギチの虐殺の後、カブラルは武装闘争による独立を検討し、1960年10月に、パイを改組して、ギニアカーボベルゲ独立アフリカ島を設立した。1963年初頭に、カブラルは PAIGC を指導して、ティテのポルトガル軍基地を襲撃し、 ギニアビサウ独立戦争が始まった。ギニア共和国やセネガルといった周辺諸国やキューバをはじめとする東側諸国の支援を得た武装闘争によって PAIGC は着実に解放区を拡大し、カブラルはギニアビサウにおける実質的な指導者となった。1972年にアフリカの国家独立のための準備として人民議会の創設を始めたが、 翌年の1973年1月20日にギニアの首都コナクリにて、ポルトガル秘密警察ピデの支援を受けた不満を持つ、かつての仲間によって暗殺された。カーボベルデの猿島にあるアミルカル、カブラル国際空港の名の由来となっている。ありがとうございます。